外に構えた大城、ちょこんとバット合わせてセンターの前、センターの前、落ちた落ちた落ちました。セカンドランナーホームイン、堂林が帰ってきました。今度はカープが試合をひっくり返しました。3対2。浦田さんのお話通りスライダーでした。でも今のはもうボールで坂根君がもうよく拾ったなという。はい、いやもう最後片手ですよね、はい、よく拾ったな。そしてジャイアンツ戦ではホームラン4本、菅野からも打っています。打った、いい当たりだ、レフトへレフトへレフトへ、真っ赤に染まるレフトスタンドへ、末金がまた菅野から打ちました。今シーズンの第9号ホームランは実にジャイアンツ戦5本目のホームラン。先月の京セラドームに続いて菅野を打った末金、1点勝ち越し4対3。いやー一発が出た、あここで原監督出ました。菅野がどうやらマウンドを降ります。カープが末金のホームランで勝ち越しました。原監督がスパッと変えました。変えましたね。このホームランどのようにご覧になりますか。でもこれ今ちょっと甘いところなのかなと思って、これいいところですよね。あ、そうですか、はい、どうですか。となるとある程度今のボールというのを末金は、ま、待っていたのか読んでいたのか。読んでたんでしょう、ごめんなさい、もう、はい、もう真っ直ぐ決めてたと思いますね、はい、今日は堂林がホームランを打ちました。そしてこの7回の表、まさにカープにとってのラッキーセブンとなるかどうかという7回じる、あるいは気にする絶対あると思いますし、はい、あっとこの打球も大きいぞ大きいぞ大きいぞ、見送った、なんと連続ホームラン、末金がまた打ちました。2打席連続ホームラン、末金すごいバッティングを見せました。7点目が入りました。これは新井監督もちょっとびっくりした表情で迎えます。頭をポーンと叩きました。パワーあるんですね、もう完全に体崩れてます。いやそうですよ、ね、当てただけっていう感じのヘッドが効いてるんでしょうね、お見事です。7回に挨拶、そして今一人選手が走っていきます。どうやらピッチランナーが起用されます。矢野が起用されました。いやしかし今日は第一打席ダブルプレーで倒れたんですが、その後難しいボールをヒット、はい、タイムリー、はい、その後連続ホームラン。